にちは、よろしくお願いいたします。すいません、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。改めましてタイムマシン3号と申します。よろしくお願いいたします。いや、たくさんのお客さんで嬉しいですね。おい、皆さんの前に出てきてな、いきなり手を後ろに組むのは失礼だろ。ちゃんと気をつけして皆さんにこう面と向かって。残念でした。どうしたんだよ。組めませんでした。届かねえんじゃねえかよ。後ろ届かねえんじゃねえか、デブすぎて。おい、すいません、本当にね。すいませんじゃないんですよ。いや、ピチピチでして本当にね。やっぱ芸人はね、特技の一個ぐらいあった方がいいですよね。まあ確かにね、うん、でもね、僕すごい特技を持ってるんですよ。何すごい特技って。実はね、うん、僕世の中のありとあらゆるものを太らせる力を持ってるんです。何言ってんだよ。詳しく説明して。あ、じゃあ分かりやすくやりましょうか、うん、あなた山本さん、僕、あなたが思いついた言葉何でもいいから1個パッて言ってください、うん、そしたら僕がそれを一瞬で太らせますから。一瞬で太らせるの意味が分かんないけど、なんか思いついた言葉言えばいいの。何でもいいですよ。漫才、前菜まあこんな感じで、ね、何一瞬でね。何これ皆さん、何が起きたの。今太りましたよね。漫才が前菜に変わったわけですから。甘くなったってこと。違う、太らせたってことです。お客さん具沢山、うん、まあ、帰れよ。何がやりたいんだよ。おい、いや、お客さん今具材に変わりましたから太りましたね、うん、これが太ったってことなの。そういうこと。半袖短パン、あんこでパンパン、何なんだお前。おい、もっと難しい言葉でも僕全部太らせられますから。何言っても太らせられるの。じゃあ何でもいいですよ。じゃあ今大人気、うん、嵐、みたらし。嵐のニノ、みたらしにピノ。糖尿になるわおい。カロリー取りすぎだろ。甘い。 TOKIO の山口くん、5キロの甘栗食う。デブすぎるだろおい。キスマイフットツー、白米パッと食う。素手で行くなよおい。素手で白米行くんじゃねえよ。熱い、炊飯器熱い。ニュース、牛脂。牛脂って油の塊だろ。牛脂ってスーパーで唯一タダのやつ。牛脂はデブのキャンディ。初めて聞いたよ。カトゥーン、タフーン。うるせえんだよお前。タフーンじゃねえんだよ。うるせえんだよ、ね、うるせえんだよ。すごい太ったね。 V6、 初見のタンバラモモカタ。 V6 でしょそれ。肉のパーツ V6 でしょ。 V が6個ですからね。ポッキー&つくね、タッキー&翼。正解。逆だろおい。俺からの攻撃のはずだろうがよ。お前なかなかセンスあるよ。もっといろいろ長いの言っていいの。いろいろ言っていいよ。三つ子の魂100まで。食後の楽しみカツカレー。食ったばっかだろおい。飯食った後急にカツカレー行く。カツカレーは別腹。本腹に何いるんだじゃあ、ね、え、肉まれ1個世にはばかる。肉まん1個4人で頬張る。地獄だよおい。デブが1個の肉まんをよ、4人で何やってんだよおい。話せ。動くなデブ、これ以上おい。俺の肉まんでも話せ。どっか行ったじゃねえかおい。急がば回れ、へそからマーマレード。気持ち悪っ。デブのへそからマーマレード出てきた。気持ち悪っ。へそうめぇ。50歩100歩。50キロ100キロ。誰と戦ってんだ。誰と戦ってんだてめえおい。細い。俺の方が太い。口は災いのもと、グミは我が輩のもの。誰なんだよおい。グミ男爵みたいなやつよ。ベーコンにご飯、猫に小判。逆なんだよおい。いい加減にしろ。どうもありがとう。